さあでは伊賀谷に向かいましょうか。これはここを抜けて、なんやろね、あの左のなんすかね、あの上から槍が突き刺さったみたいな、槍なんかな、まあいいか。とりあえず伊賀谷抜ければわかるでしょう。タンタンタン、谷というか山というか、あれ、あ、向こう側に落ちたのか、消えたと思った。戦ってみる。緑のイガイガ。おわー、朝鮮人参。なんやこれ。イガ兵とキャロライン。キャロラインさんがいますよ。肩。なんやねん。すっごいラグのある攻撃。ワンサゲン、サンキュー。ミス。55ドン80。よし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 、まあまあまあそんなに強くはないっすね。経験値もまあまあ知れてる。一応次のレベルアップは154117、もう上がりますね。なんかあるんじゃないの。あったあったあった、すげえ来た。コンペイトを手に入れた。コンペイト、コンペイトとは、はい、敵全体に攻撃。強いんかな。あったやん。自分でびっくりすなよ。見つけて自分でびっくりする。あれ、あった、またあった、めっちゃある。いや、これぐらいの頻度であるんやな、やっぱ。こいつ腹立つ。こいつ戦いたい。触れへんな。どこがこれ、次の道がわからないんですが、ここ、え、敵そそくさ、そそくさかな。開いたらなんか出てくるぞこれ、絶対。俺出てきた、92放電現象。うわ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 、ビリリア、うわ強い、やる。ちなみに真ん中のマロちゃんにはあんまり効かなかった。電気系あんまり効かないのかな。ていうか魔法防御が高いんでしょうね多分。こいつ敵やったんかい。ちょっと待って、化け取るだけやんね。ないんすよ。あった、ここわかりにくい。ハマってはるけど、敵多い、これは多いぞ。どっから行こう。これはワンサゲンセンキュー。どうしよう、数を減らすか、それともキャロラインを打つか。キャロラインぶち込み、ラグ OK ガード。このラグがうっとうしい。スーワンサゲン、ワンサゲンめっちゃ出る。敵の数が多いからかな。倒せない。しかし電撃ビリリ食らっちゃえ。シュッ、効いた。よっしゃ、めちゃくちゃ効く、強い。よし、まずはマリオがレベル9ですね。攻撃上げようかな。あー、攻撃上げます。プンプン、あれ超えたんや、ブッキータワー。あ、そうか、ブッキータワーや。これがブッキーさんがいるという。ブッキー、あー、クッパいた。ブッキーとかいうやつは、こんな立派な家があって我が輩は宿なし、隣には助けを待つピーチ、そして立ち向かってくるマリオ。あの頃に戻りたい。ああ泣いてる。あマリオ、まずい、バレるバレる。むむむ、仲間おらんくなってるやん。元気にしてたか。見とる見とる見とる、なんか見とる、ほら。何言ってるんだ、イバレイバレ。かわいいなこいつ。貴様、こんなところになぜいるのだ。ピーチが我が輩の城で助けを待っている。見とる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 。としたらきっと今頃泣いておるぞ。ーチタワーにおるんですよ、ピーチは。ああ、泣いてるわ。あら？え？我が輩がどうのこうのって、まさか聞こえてたん？めちゃくちゃでかい声やん。うそ、マリオじゃないの？見えんの？マリオ、私はここよ。聞こえる？見てる見てる。今の声はピーチめ、逃げ出したと思ったらここにおったのか。さて、それでは我が輩は城に帰るとするか。一緒に帰んの？どけ。でかいなあいつ。仲間にしたら良さげやけどね。ちょっと待ってくださいよ、回復しとこうかな。キノコあんまり手に入らないっすね。鍵がかかってる。鍵かかってる。なんだなんだ、まだいたのか。その顔はグワー。わかったぞ、どけ。お、開けてくれるんか、パワーで。背中でいったー。これアキラやな、アキラの技や。なんとさすが我が輩、これほどのパワー、味方に1人いると実に助かると思ってるな。そうか、仕方ない。来た来た。特別大サービスとして我が輩のクッパ軍団に君たちを入れてやろう。遠慮はいらん。マリオたちはクッパ軍団に入れてもらったことにしておこう。クッパが仲間になっためっちゃ嬉しいねんけど。なんかおった。仲間の入れ替えの説明を聞きますか？聞きたい。いよいよ仲間が4人に増えました。ところがバトルは3。あ、そうなんや。ここで登場するのが入れ替えです。モンスターと戦います。その間お休みです。仲間を入れ替えるには入れ替えたい人同士を選んでください。ちなみにマリオさん抜けられません。ちょっとジーノやな、入れ替えは。申し訳ないけどジーノだな。いや、クッパやろこれは。きた、ステータス見よう。うわ、強っ。強い。装備は装備、何も装備してないやん自分。何も装備してないの。何もできひんのこれ。バッチリパンツやったらいけっか。あ、バッチリパンツやったらいけるわ。全部下がる。バッチリパンツじゃ嫌いなんや。全部下がってもらう。嫌なんや。何も装備できないですね。まあ装備しなくても強いんでしょうけどね。行ってみるか。あ、ブッキーなんちゃらのやつや。ほら、ブッカー1号はいらっしゃいませ。ブッキー様は結婚の準備のためお会いできません。出直していただくか。さもなくば力ずくでてっぺんまでお登りください。行きます。力ずくで行きます。こっちはクッパさんもいますし、サブザム。ほう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 。強っ。かっこいい。かっこいいですね。技もちょっと見てみたいな。スペシャル経験値少な。あ、ジーノにも経験値は入るみたいですね。ジーノウェーブを身につけた。おう、ジーノウェーブ、強いんじゃん。使ってみたいけど喋ることすらできん。何あれ、杖的な。ムーチョ恋してムーチョ。はい、オッケー。回復。あ、そんなことができるんですか。恐怖の衝撃、恐怖の味噌汁みたいなね。全体攻撃や。オッケー、硬い系や。全体攻撃めっちゃ嬉しいやん。おらやんのか、おら。クッパ様だぞこの野郎。なんか強そうなやつおるな。シャイケンマンみたいなやつがおる。電撃ビリリスー。4カード、結構な役やぞ。決勝割と魔法使って、うわ、めっちゃ食らう。死んだんじゃんこれ。近い。危なっ、めちゃくちゃ食らう。恐怖の衝撃。はい、かっこええ魔法のやり方。十字ボタンをグリグリするとダメージが増える。おろろ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 。全然倒した方がいいよな。せーマロで回復したいんですけど、回復魔法はこの時には使えないですよね多分。あ、使えるんや。便利。よし、結構迷子になりそうな感じだよね。おぴょん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 。あれ飛ぶんじゃないのこれ。上にボーン飛べるとかじゃないのこれ。何君は。合わせたら飛べるとかじゃないのか。飛ばないっすね。え、なんなん、なんかありそうやけどな、なんか。なんなんやろ、マジで。タイミング合わせたら飛べんのかなと思ったんですけど、そういうわけでもなさそうだ。OK。決勝がめっちゃ強いね。えらいダメージ食らうから。ナイス。やっぱクッパかわいいな。ボリュームもいいし、めっちゃボリューム感がやっぱすごい。おる、おった。あいつ絶対黒幕や。あておる。あっあっちあっち、ちょっと待って、お待ちください旅のお方。ちょっと待って、今おっと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 。私はブッキー、そしてここはブッキータワー。あなたはマリオにそっくりですな。きっしょい顔。実は先日、空から桃色娘が降ってきて困り果てているのでございます。そういった理由により、おもてなしは不可能に近い。勝手に遊んでいってくださいな。さようなら、旅のお方。で、よし、緑コイン、カエルコイン。あっていうこれ。あれフラワーカプセル見つけた。いろいろあるな。こっちもあんのかな。ないんかい。戦うのね。ボム兵の紫バージョン。ハイボム。すぐ爆発するでしょうからダメージってことになるでしょうね。ガスドリンク。経験値はなんかしょぼいですね。さっさとスルーしながら行こうか。せーもうマリオはもうぶん殴り特化で鍛えていこうかな。攻撃力アップしまくって。おった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 けど、こっちはどうなの。え、嘘やと言ってくれ。どうやって飛ぶねんこれ。ピョーンってやれそうやのにな。うわー、嘘やと言ってくれよ。あれでピョーンって飛ぶんですよ絶対。分かってんねんけど、そんなうまくいかない。めちゃくちゃむずい。そしてもっとハイボムが復活してるから、なんか飛び方があるんやろうけどな。おっと、マロがレベル9。どうしよう。攻撃上げます。まあ、防御力を上げたい気持ちが強いから。何キショキボット。昨日ロボットや絶対。チンポ出てない。キボット、チンボットじゃないこれ。チンボが丸見えのチンボが出てんのよ。大丈夫キボットこれ。ディフェンスアップ。不思議な踊り。うわ、かかしなった。こらてめえ。シェン火力はもう圧倒してるから敵を。回だけ見て。高さ的にも足りてないっすもんね。こっからジャンプしてあこに乗る感じなんかな。そうやな、絶対上からジャンプして降りてきてここに乗ればボムがビョーンって飛ぶんでしょ。その力を使うってことや多分。もう一回だけ下段でスッと降りたらいけっかもしれん。下段でスッと降りるだけ。ジャンプしたらあかん多分。くそ、ちょっとめんどくさいけどやってみよう。悔しいからね。ディフェンスアップ。シェイシェイナイス。どうせ不思議な踊りだろ。攻撃すんのかい。オッケーです。経験値はすごいもらえてるな。よう見たら結構ハイボムたちはくれてる。お、並んでる。こういう時にズバズバってダメージ与える技あったらいいのにな。ファイヤーボールとかどうなんやろ。前のやつガン無視。まあ大して食らわないですね。もうファイヤーボールとかでいったら全部に当たらへんかな。効いてる効いてる。どんなに頑張っても2匹までか。よし、まあまあまあいいでしょ。これで経験値6もらえるならまあまあ安い。いや安いじゃない、そのコスパはいい非常に。もうちょっとあいつでダメージ入ったらいいのにな。なんかタイミングがね、ボタンのタイミングが合ってない感じがする。よっしゃ、ちょっと練習していいです。スッこうやってスッスッ、これやな。もうスッと落ちるだけ基本は。スッ、うわ、あと一歩や。練習しよう。スッ、これでなんかめっちゃむずいんですよ。あれと一緒やねん。スッ、ちょい前ちょい前な、ちょい前。集中力がいるな。クリボーのほらモグラ叩き思い出すわ。判定がシビアやから。よっしゃ、す成功したっぽい。よっしゃー、ムラッキハンマー手に入れた。痛い。やったー、武器でしょこれ。ムラッキハンマーはムラムラやでこれ。強い、めちゃくちゃ強い。パンチグローブ装備できんかな。無理やな。いや来たわこれ。むちゃくちゃ強い武器取った。よし、これ楽なるな。ちょっと試し撃ちしたい。しかもハンマー僕結構タイミング好きなので合わせやすい。コーラとかに比べたら絶対合わせやすいからやってやろう。ムラッキハンマー、ムラがあるってことなのかな。要はムラッキっていうことはクリティカル的なことが出る時もあれば弱い時もあるってことなんですかね。可能性は高い。まあでも強いんやろうな。ちょっとボム兵相手なのでよくわからないですけども、こいつで試すか。ファンファン、俺は強いぜ。いいよ、ファンファンファン、強いね。やっぱマリオはどつくに限るな。あんまりイメージないけどマリオがどつきまくってる。スクーパレベル9。いやこいつも火力でしょ、もう絶対。クッパ嬉しい。クッパも武器ってあんのかな。伊賀谷の方角から振動とともにすごい音が聞こえた。ほう、そっちも行ってみる必要があるね。はあはあ、え？なんで？急に。なんでなんで、なになに？どういうこと？着替えたんや。え、もう一回やりたいわ。ならへん。あそこはお着替えルームみたいなことなのか。絶対当たる、 100% 当たるやん。めっちゃディープキスしたやん今。回復じゃない、回復でしょ。よしよし、君は回復するだけだから殴って終わりなんだよねと。でスープクッパも順調に火力が上がっております。ここレベル上がるな多分。いい感じに、よっしゃー、一撃粉砕。こいつは無理か。いった、よっしゃー、効率いいですね非常に。飛ぶんかい、そして当たらへんのかい。おーキラー、一回ちょっと当たってみようか。キラー戦ってみたい。大砲がすごい。村キャンマーナイスー、ついえ、めちゃくちゃ強い。ズドンって書いてたな。一応戦えるんや大砲。あそこからキラーが発射されるって感じですかね。ズドン完全破壊してやるぜ。ちょっと固め、あ、硬い硬い。でも誰にも操作されなかったら飛んでこないんじゃないこれは。へへへ、俺らブッカー3号バトルするの。あれ2号はスルーしてる。ファンファン、なんでお前大砲ズドン持ってへんねん。電撃やる。体力的には大丈夫。クッパが結構体力あるな。よっしゃー、てんてんてん、おら来た、強っ、マジで強い。やったぜ。ないね、たまに確認を怠るな。戦っても全然いいんですもんね。戦おうか、経験値もらえるし、弱いし。マロで攻撃が、マロで倒しきれたら嬉しいのになーっていう。なんかシンバルのこのタイミングを合わせきれてない感がすごい。一回 G の読んでみるか。経験値が入るのは分かっているので G のオン、 G のウェーブやったっけ、それちょっとやってみたいですね。 G のもタイミング合わないんですけど、ちょっとはマシ。ブラッキハンマー強すぎん？圧倒的な火力ですよ。G のはちょっと素早いんですかね。ちょっとボスっぽいの来るかな。ちょっとボスっぽいの来るかもしれませんよ。回復しておきたいな。回復するとなるとマロちゃんやねんね。フラワー回復してまあボス戦かなって思われるんですけど、古いご先祖様から順番に挨拶しておけ。うわ分からん。なるほど、見た目で分かるもんですかこれ。さっき下にあったのが順番かな。もう一回見に帰った方がいいのかな。そういうことですよね多分。これは分からんぞ。でここが開くんやね。ヒントをどっかもらわないとダメですね。こいつが今ブッキー現投手。ヒントがないからな。多分下まで戻らな分からんと思う。あこに飾ってあった通りなんじゃない。またやドッスンドッスンがいて飛んだー。ちょっと待って下行きたいわ。ちょっと待って待って待ってちょっと待って、ここ開けたいもん。やりたいっす。ちょっとやっていい？めっちゃ戻ることになるな。ちょっとだるいっすね皆さんにとったら。でも気になるやん。せめてそのヒントがあるのかないのかだけでも確認させてほしい。ここに絵が描いてあるやん。あ順番違うもんほらやっぱ。ちょっと待ってよ。一番ほらほら合ってるわ。これを覚えていかないと。こういう時にね一番いい方法があるんですね。シャメールです。シャメです。はい取っていきます。はいシャメ取りました。スマホを活用していこう。おしゴー。スマホの活用が必須でございます。パスワードとかもねほんまスマホで便利になりましたからね。使い方が合ってるとは言えないですけど、レトロゲームのパスワード管理はやっぱめちゃくちゃ大変やし、1個でも文字間違えたら終わりやから、もうこれはもうスマホが便利なんですよ。それで助かった何回もあったしね、過去実況でも。何やったっけなー、ゾイドやったかな。結構パスワードきついやつ。当たってたまるかよ。はいスムーススムース帰ってきたよ。当たってたまるかよからの当たる。いっぱいおるな。経験値もらい放題ありがとうございます。電撃ビリリナイスー強い。 G のウェーブもなんかウェーブって言ってるぐらいやから全体の可能性あるな。ウェーブって言われたらすごいなんかブワーってこうドラゴンボールゲーム世代やから僕は何々はみたいな、何やったっけベジータがやるやつ全体にねいくやつ、あのイメージなんですよね。ウェーブ的な攻撃って爆発派的な。マリオが柔らかいな。ちょっと食らうっすね。まあいいけど。さあ開けてみよう。ねまずはねちょっと待ってよ。こいつ紅の豚で黄色の帽子 BB ブッカーの B で眼帯野郎モヒカンで帽子でブッカーブッキーあれあやったブッキー本人 V ご先祖ルームの鍵あ、クッパ出た。心が通じ合っているようだ。はっ、かわいいマリオ。この子が恥ずかしがっている。ちょっと向こうを向いてろ。ほう、いいぞ。どいた。聞けばこの子はブッキーに噛みついて閉じ込められたらしい。そこで我が輩と一緒に暴れたいそうだ。カハハハハ。おお、武器取ったんかな。ワンワンを手に入れた。熱っ、激熱じゃない。この展開は熱い。はい、来た。はい、来た。ブンブン振り回して攻撃をします。ワンワン。熱い。こういうのいいよな。最高ですわ。よし、一回セーブしようか。じゃあ次回ここからとしたいと思います。セーブをさせていただきまして、レベル9、ブッキータワーから行きたいと思います。